つぶやき的な動画ですね今日はまあいつもつぶやいてるだろうなんかそんな感じですけどさらにつぶやいた感じの動画ですねで今日のテーマ今のテーマ本棚に収納した本は熟読するのがいいかもというそういう話ですで私の本の読み方まあ、読んだらメモを取ってすぐに手放してしまうという方法ですねその一方でちちっゃなちっちゃな本棚そこに気に入ったものを入れてます まあいいなと思ったら入れてますただなんか安心しきってしまって本棚に入れてしまった本読まずに放置してることが多かったんですよねあこれではいけないと今考えてちょっと対策考えてみましたねまあ対策っていうかもうもう一回こうしようと思ったっていう感じですけどまあまず最初に Kindle で買える本は優先的に買うまあ電子出版だったらその邪魔に電子書籍だったら 邪魔にならなららいですからねで紙の書籍はできるだけ早く読んで手放すとっとかないと決めたら早く読んで手放すそれあと購読してる雑誌その3冊購読してるんですけどこれをこの主力情報源とするまあそして本棚に入れた本それはちゃんとかまってあげようよって感じましたねまあ 本屋のね、本棚に入れた本、それを隅から隅まで読んで、そ覚えることによって動画ネタにする。まあ本、最近、まあいろんなところ熟読するより、欲しいところだけつまみ読みして自分の知識にする。まあ私もそんなノリだったんですけど、せっかく本棚に入れた。本棚に入れたということは、まあ熟読したいぞ。そういうところがあると思うんですよね。 まあそれなりの価値がある。だから、まあ、これから本棚に入れた本、まあ、定期的にその面,倒を見、ま、面倒を見ていきましょうっていう、そんな感じにします。それでそれを動画にとして公開します。読んだ本の。まあ、ぜひ期待してください。まあ、本棚に収納した本、まあ、せっかく収納したのに無視していた。それは悪かったなって思いますね。